この巣場。ねえ見て、ここ床がガラス張りになってるわよ。ハークー様、引っ張らないで、高いです。もし落ちたらどうしてくれるんですか。アクアもウィズもはしゃいでいるな。まあこんな夜景を見せられては無理もない。綺麗だな、車のライト、ビルや街灯の明かり、それにイルミネーションというのか、こんなの初めて見た。そしてこの明かりの一つ一つに人の営みがあると考えると感慨深いものがある。この美しい光景を人が作り出しているのか。ビルの明かりなんかは人が残業してる苦労の光とも言えるけどな。はあ、お前という男は情緒もへったくれもない。ま、お前らしいといえばらしいが、こんな光景を前にもっと気の利いたことは言えないのか。泊まりだと？急に何を。いや冗談だって、気の利いたことを家とか言うからドキッとさせるようなことでもと。きっと夜景を見ながら急に窓に押し付けたりして、お前の恥辱をこの明かりの全員が見てるぞとささやいたり。労働の光を見ながらこういうことをするのは最高だとか言ったりするのであろう。くぅ、お前という男は。一番情緒がないのはお前だろう。この巣場。